皆さんこんにちは、くるみどりチャンネル、略してくるちゃん。今回は観葉植物が冬に感じている温度、気温についてのお話をちょっとね、掘り下げてお話ししようと思います。くるみどりチャンネル、略してくるちゃん。皆さんもだんだん冷えを感じてきて、寒さに当たって冬を感じている。観葉植物も同じように冬を感じて、それでいて温暖な気候にもともと生息している彼らは、この寒さがねとっても苦手なんですね。でこの苦手な寒さに当たってしまうと観葉植物どうなってしまうのか、あとはねこの寒さから守る方法などもお話ししていこうと思いますので、ぜひ最後までご視聴お願いします。もともと観葉植物、これらはだいたい気温が20度から30度の間が適温とされていて、この気温の間であると生育がスムーズに進みますし、あとは生き生きと元気に生育してくれるんですけれども、日本の冬はどのご地域でもだいたいその最高気温が20度いくっていうのは難しく、また最低気温はね本当に寒いところだとマイナスを記録するような寒さ厳しい冬を皆さん経験済みかと思いますが、これを観葉植物がダイレクトに感じてしまうと、このね適温から外れてしまって、体感温度、観葉植物が耐えうる温度から外れてしまって、その寒さに当たって枯れてしまう。でこの体感温度よりも下の気温に当たってしまった観葉植物は、葉っぱをパラパラと落としてしまったり、あとは変色してしまったり、葉っぱがなぜか黒ずんできた、こういうのは結構寒さに当たって冬は枯れてしまうっていうことも多いです。ですが多くのご家庭でこの気温をじゃあ適温の中に収めるっていうのはなかなか難しいと思います。で特にですね、ご家庭で管理されているインドアグリーン観葉植物たちは結構この室温に左右されることが多くて、人がその室内にいる間はこう暖房をつけてその室内を温めて過ごされている方が多いと思うんですけれども、これを夜間は切ってしまって、夜間はその室内が冷えてしまう、こういったご家庭も多いと思います。でその場合に、例えば室温が日中は25度ぐらいをキープできている、それが切った途端に夜の冷え、朝晩はとても冷えるご家庭、ご地域が多いと思いますが、それでぐーっと冷え込んだことによって気温が15度、それよりももっと下に冷え込んでしまう、こういった場合に観葉植物はその場所でなんと10度以上の気温の変化に耐えなければいけないんですが、この10度以上の気温の変化、人もね絶対寒いと思うんです、風邪ひくと思うんです。観葉植物も同じようにとても辛いストレスを感じるような環境になってしまいます。なのでこの気温差っていうのにもしっかりと注意してあげることが必要です。なので見えないところで観葉植物が夜間冷えに当たる、こういったところは避けていただく方法を取らないといけないんですけれども、何度だったら耐えられるのっていうふうに考えた時に、例えば天気予報を見てもらって、天気予報士さんが明日はね今日よりも2度下がります、ちょっと寒いのでね上着厚めなの着た方がいいですよとか、1枚多めに着た方がいいですよってお話ししてると思います。人でもこの2度の差っていうのはとっても自身にとってストレスに感じる、寒く感じる、気温の変化をひしひしと感じるような温度の数値になると思います。観葉植物も同じように、このねたかだかマイナス2度下がるよ、これでも結構ストレスに感じるっていう風に思ってください。なのでこのね、まあ、2度ぐらいだったらまだ大丈夫なんですけど、10度それぐらいね変化がある環境にはなるべく置かないようにします。ですがなかなかねこの観葉植物のためにじゃあその部屋をずっと温めっぱなしにするかっていうと、それはなかなか難しいと思うので、ここはなるべくこの気温差を感じさせないような工夫をしていってあげましょう。この工夫としてまずは1つ目、室内の棚の上に植物を置いてみてください。暖気は基本的に下から上に上がっていくので、部屋の中でも棚の上、特にね温度が保たれる場所が多いです。例えば冬に日光を取ろうとして窓際に並べている、直置きしているような観葉植物は夜間の冷えに当たらないように棚の上、テーブルの上に置くようにしてあげてください。では大きい植物はじゃあそういった棚上にね置けないよっていうパターンもあると思います。そういった時には、例えば窓際、冷えがダイレクトに当たるような場所であれば、断熱材、あとは段ボールをしたりプチプチをしたりと、窓からの冷気から遠ざけるような工夫をしてあげてください。
結構これはホームセンターにいろいろな便利グッズ置いていると思います。結露防止してくれたり断熱してくれたり、こう冷気から遮断するっていうのは植物ももちろんなんですけど人にとってもいい効果があると思うので、その辺ちょっとねご自身のご自宅に合うものをピックアップしてもらって窓の冷気対策してあげてください。でプラスでこの窓際に置いている植物、部屋全体を見てみるとこの窓際よりも室内の中の方がその冷気からの距離が置けるので、棚上に置くっていうのももちろんなんですけど、室内の中心部に置いてあげると冷気から遠ざけられるっていう風なお話を聞きました。なので窓際に置いているもの、できれば棚上もしくは室内のなるべく冷気から遠ざけるような形で移動をしてあげてください。この移動に関しては冷気から遠ざけるっていうところで観葉植物をストレスから遠ざける、夜なので暗くなるので照度云々の話ではなくなるので、これをね毎晩行ってもらっても大丈夫です。空気の循環だけは滞らないような暖かいところに避難してあげることをおすすめします。あとはこれがじゃあね移動するとき難しいですよね。一鉢一鉢動かすの難しいと思います。なのでプラスで段ボール箱に入れてあげて、それをそのままそっくり、はい、移動してあげると、段ボールっていうのはこうね並々になっていたりとか皆さん構造上わかると思うんですけど、空気の層があって、この空気の層っていうのは冷気から遮断してくれるような効果がありますので、段ボールの中に入れてあげて、そしてそのまま暖かいところに避難するっていう風にするとなおのことその冷気からシャットダウンできるような空間を作れるの で、この時に段ボール入れました、蓋をしました、これはいけません。こうするとその通気性滞ってしまうので、段ボールは蓋をせずに入れ物として使ってあげるっていう風にして冷気から遮断をしてあげます。さらにじゃあここに覆いをかぶせると保温効果っていうのは高まります。ただこの時にじゃあ段ボールの蓋をするのではなくって、こうプチプチなどで覆ってあげて、さらにそのプチプチには穴を開けておく、空気穴を開けてあげて中で蒸れないような工夫をしてあげてください。でこれは日中これを行ってしまうと光合成促されませんし、あとは蒸れによる根腐れにつながってしまうので、これは夜間だけの冷気対策として行ってあげてください。あとはこの冬の冷えに当たるのでタイミングとして怖いのは水やり直後、その日の夜です。水やりを暖かい日中にしてあげて、まあ、日中はね光合成もするし空気も暖かくってっていう風な形の環境にいたものが、その土が濡れたまま夜を迎えるとその土がダイレクトに冷えてしまって、その土の冷えが根っこに伝わってしまって、根っこにも水分たっぷり含まれているので同じように冷えます。でこの根っこの冷えが結局根腐れにつながってしまいます。水やりをしたその日は特にこの冷気からは遮断するようにしてあげてください。水やりした株は乾きを促すのと同時にこの冷えから守るために、今の段ボールだったりね、あとはちょっとプチプチで冷気から遮断してあげるような寒さ対策しっかりとしてあげることをおすすめします。ただねもちろんこれは室内がぐーっと冷え込まなければ絶対にしてあげなければいけないっていうわけではないので、まずはねご自身のご家庭そして植物の表情と相談しながら、この冷気の遮断必要かそうじゃないかぜひ見極めながらやってみてください。あとはこの冷えによるストレス、若い株、小さな株、小株だったりとかね、こういった株の方がダメージ受けやすいです。若い株の方が冷えに当たると全体のダメージが出やすくって、大株になればなるほど耐寒性も強まっていますし、一部例えば寒さに当たっても本体の幹はしっかりと寒さに耐えてくれる、こういった場合もあります。小さな株であればあるほど例外からは遠ざけてあげるようにしてあげましょう。私は寒さに強い観葉植物に育てあげるような裏技として樹液の濃度を高めてあげるっていう風なお話をしています。でこの樹液の濃度を高めてあげるっていうのは、方法としては水を締め気味に育ててぐーっと水がない状況を作り上げたタイミング、このタイミングで観
観葉植物の樹液の濃度が高まりますよ。これによって冬の寒さに強いたくましい観葉植物に育ちますよっていう風なお話をしているんですけれども、これはなんでかっていうと、樹液の濃度がぐっと高まると火によって凍ってしまう。単純に考えてもらって、水と、じゃあ例えば水飴、どっちの方が凍りやすいかっていうと、水の方が凍りやすい。水飴の方が同じ冷気のところにいても凍らないっていうのは分かると思います。その液体の濃度が高ければ高いほど冷えへの耐寒性が強まるので、これはね、ぜひ今からでも大丈夫です。ちょっと水を締め気味に育ててあげて、樹液の濃度しっかりと高めて、寒さに強い観葉植物に育ててあげてください。はい、では今回は観葉植物が冷えに当たるとどうなるのかでね、冷えっていうのはどういったタイミングで感じるのか、あとはその対策なんかもお話しさせていただきました。皆さん結構観葉植物冬越しが不安だっていう声がよく聞かれるので、最近はちょっと冬越しの話が多くなっているんですけれども、皆さんに少しでもその冬越ししている間にもボタニカルライフは楽しんでいただいて、これからね、元気に春すくすく育つ、その春をね迎えてもらえればなと思い、お話しさせていただいております。こういうこと気になるよ、こういうことちょっとよくわからないなっていうことがあれば、ぜひコメントなどでお寄せください。できる限り答えていきたいと思っております。はい、今回の動画参考になったと思ってくださった方、ぜひグッドボタンいただけると嬉しいです。あとはチャンネル登録もお待ちしております。はい、くるみどりチャンネル、くるちゃん、今回はこの辺で、バイバーイ。